このコーナーは私本庄まなみが実際にもう一つの京都を訪れその場所の魅力をお届けしているコーナーです。今月訪ねたのは京都府僧楽郡南山城村。まずはこの南山城村を簡単に紹介しましょう。南山城村は京都府唯一の村で宇治茶、煎茶の名産地でもあり 三重県県県滋賀県奈良県と隣接している地域です本当にお茶が美味しくて私ここの取材の帰りにですね道の駅であのカリガネ茶を買って帰ったんですけどそれがもうあまりにも美味しくて甘みもあってそして香ばしくてねいいお味だったので毎日飲んでます。はいということで今月2月はですねこちらの南山城村で「田山深緑会」という会でこんにゃく作りをされている元気です。 パワフルそしてチャーミングな可愛いいというとねもう大先輩なのでちょっとねあれですけれどもでもとっても可愛らしい6人のお母さんたちとのインタビューの模様を通じて南山城村の魅力をお伝えしていこうと思います今週は1週目です今週見つけた南山城村の魅力その1は伝統色です一体どういうことなんでしょうか今週の強ハーモニーをお聞きください 南山城村にやってきました大阪市の梅田そして京都市からともに1時間20分ほどの場所なんですがもうねのどかな住宅街が広がっています <laughs> そして私は今ある敷地の中に入ってきたんですけれども、えー、と建物がありまして南山城村農村婦人の家という建物の前にやってきました皆さんこんにちは今日お世話になります本庄まなみです、はい よろしくお願いします。ますあのあ 1> お一人ずつ自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、はじめまして、田山上戸会会長の稲垣発代と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。長井紀夫です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、大久保幸洋です。どうも、はい。よろしくお願いいたします。辻本定子です。どうぞよろしく。 森日順でございます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。松田美智子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの皆さんが。田山深緑会という会の会員さんたちということでよろしいんですか。 道の駅南山城村のポスターにも起用されているということなんですが <laughs> はい、はい、それは皆さんがモデルさんとして登場されているというこれ、どういったところに貼られているんですか 道の,駅にはい、あ道の駅がオープンしたときにこれを撮っていただいたんです、はい、最近新しく大きいのできましたよねそちらの方にじゃあ貼られている、はい、ということですかへえう皆さんいいお顔されてますね <laughs> これ撮影した場所もこの近くなんでしょうか、はい、すぐもうちょっと上あの不動の行ったところです。行ってき あの皆さんすごくお元気そうでいらっしゃいますが皆さんこちらのご出身でいらっしゃるんですかはいあの私は南山城村に生まれた時からずっと住んでおりましてあの他のメンバーの方も3人が南山城村<ー>そしてあの 卒業できて50年の方が2人おられます。はい、あのこの田山深緑会っていうのはどういった集まりなんでしょうか。うん、あの名前もゆれであの南山城徳さんのお茶のお色であのつけました。え<ー>、<laughs> あ、深緑というのがね。はい、へー。はい。 田山深緑会会員さんは6人いらっしゃるということなんですがもう本当にお元気なんですけれども実はですねまあ私が多分招いているんですねちょっと皆さん緊張なさっているんですこれがあの本当に最初に出会ったところからもうスタートなので、まあね、ラジオっていうのもね大きいマイクがまあ 下がってたりとかねねあるんです、ね、なんかこうスタッフの人がまあ周りにいたりですとかね慣れないこうピンマイクっていうねちっちゃいマイクを体につけなきゃいけなかったりで、まあ、そういうことがあって、まあ、本当にまあ私もいろいろ質問を携えていくわけなんですがちょっと皆さん実は緊張気味なんですでもこのあとどん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 皆さんお元気にあの普段のモードを取り戻してそしてさらにパワーアップしてまいりますので是非この後の放送もね あの2週目3週目とお聴きいただければというふうに思います。そしてあのご紹介にありました「道の駅」のポスターなんですけれどもこれが本当にねとっても素敵なポスターで。あの 畑が見えるような場所にですね軽トラックが止まってましてその荷台にですね皆さん腰掛けていらっしゃるんですけどこんにゃく芋をざるに入れたのを持ってらっしゃったりとかちょっとお花を持ってたりとかしてで手書きのねあの字がそのポスターに踊ってるんです。道の駅ってやーでええかーって <laughs> みんなねなんか言っているっていうすごい笑顔のね素敵なポスターなんですけれどもこれを見るとね、あのー、この田山 深みどり会の皆さんのね活躍ぶりというかねお元気ぶりっていうのがねよくわかるかと思いますので是非是非南山城村道の駅新しくできましてすごい立派な施設ですのでねあのお買い物もたっぷりできますし皆さん是非足を運んでみていただきたいなというふうに思います。さあとといううことで後半の方に参りましょう活動自体は そうよね、あの農半期に食事について調査が始められまして、あの昭和54年に誕生いしました。で、それから昭和64年にあの。 田が増えてきて何かに生かすことができるかと考えました<え>そしたらあの昔からお茶畑にこんにゃくがあのこんにゃく芋が栽培されてたんで休耕前に植えてみました,見たんです、えー、じゃあもともとそのあのお茶畑にはこんにゃくっていうのがこの辺りには よくあったことだったんです,です昔はお茶畑の中にねこんにゃくがたくさんあったんですええー、そ,それはなんかこう相性がいいとか邪魔しない邪魔、ま、邪魔になりましたけどね <laughs> <laughs> それはもう目二人でお茶あかりしたんですけどね、えーまあ、そういった中で、えーまあ、こんにゃくっていうのをこれからまたあの伝統食として使われている中で、えー 私たちもちょっと植えようかなっていうことで復活させたという感じなんですねでもあのこんにゃく芋って私実物は土の上のものだけしか見たことがないんですけど 2>,、はい、2年とかなんかこう1年でできる作物ではないんですよねならないんす 3>, あ3年も経たないと本物にならない3年も経たないとへぇ じゃあそれをこう収穫してきたものでこんにゃくを皆さん作っておられるということなんですか。はい、うん。あの皆さんはこのタヤ深フカ緑海に入られてどのぐらいになるんですか。すね、40年ぐらい。<laughs> <laughs> そうですか。ね、一番の若手の方は。 どちらの様な、あら、何回か言うでも、え、何年ぐらいですか、会に入られる、結婚して、あ、当初やな、初めてできたわ、五十、あの四十代しましたそれからまああ十として、ボツボツといろなことを勉強させていただいて、お味噌作りとかそんなお知恵、お作りとかそんなも知ってました。 ええ、翌十四年にその漁港でがたくさんできましたんで、うんうん、あの芋を作った経験になと思ったので、栽培も皆さんがされてるいる、ね。そうです。それはそれぞれの自分の個々の畑で作っておられる。うんうん、個人の個人の畑でね、もっと、うん、当当時はね、もうたくさん。 カイさんおられましたけどね。ええ、もうやばいね年。年が年があれでやあの辞められ方が多くなっては今はこちらのロ六名で。なるほど。今日はですねあのこんにゃく作りのお話とかいろいろ伺いたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。さあ。 山深緑会の皆さんなんですけれども稲置さんが会長さんでそして永井さん大久保さん辻本さん森西さん松田さんという6名の方で今は活動されているんですが主にですね、まあ、こんにゃく今はこんにゃくを作るっていうねあの栽培をしてそれを収穫してこんにゃく作りをして。 で,そのできたこんにゃくを、まあ、道の駅で販売されているということでこんにゃく作りのね実際の作業工程も見せていただきながらお話を伺おうということでねあの伺っていたんですけれどもあのこんにゃく芋が本当ね3年経たないと収穫できないってすごいなって思ったんですけれどももうねすぐにはだから まず3年植えておかなければいけないというところでまあもうねこの現代でそのすぐに結果すぐに結果を求められる、ね、こういったねこうなんかこう社会になってきている中で3年間じっくりと育ててそしてその芋を掘り起こしてでお芋のね その見分け方っていうかねこれはおいしいお芋とかこれはあんまり良くないとかっていうのもね伺ったんですけれども大きさがかなり大きいんですよ2 0ンチぐらいの大きさのお芋に育つんですけどあんまり大きくなりすぎるとこれはおいしくないということで大きければいいいいってももんんででないらしいんですそして茶畑のねところに植えてたっていうことであの私気になったのがその何年もね植わっているまあ 芋ですよで私植わってる土の中のものを今回見せていただいたんですけれどもつまり収穫されたお芋の部分をね見せてもらったんですけどそれまで小学校にその私が通ってた小学校に実はこんにゃく芋を育ててる校長先生がいたんですけれども上の茎からう その地面から出てるね。上の部分しか見たことがなかったんですね。で、結構な草丈で。そして葉っぱも結構大きいのがビョンビョンって生えるんです。けれども、これお茶畑にあったら。 邪魔じゃないのかなとか、なんかそのお茶に悪い影響を与えたりとかね、なんか栄養吸い取ったりとか、なんかそういうふうなことはないのかなと思って質問したら、いや邪魔ですねってあの皆さんあっさりおっしゃったので、それがちょっとあの私的にはすごいつぼに入ってしまいました。まあ、邪魔だけれども、でもこんにゃくをね作るっていうその伝統的な技法で、まあ,あの生米もから作るこんにゃくっていうのがね、もう絶対これみんな 直した方がいいといととうことで皆さん始められてそしてこうじっくりゆっくり育てたお芋で実際にこんにゃくを作っているそしてそのできたこんにゃくをですねまあ、来週以降試食もさせてもらったりですとかあの作る工程を見せていって。 いただいたりとかする模様をあのお届けするんですけれどもこのこんにゃく作りの工程をねデモンストレーションと言いますかこう作業工程を見せてもらって実際体験してもらった体験させてもらったんですがその時の皆さんの生き生きとした活動ぶりが本当にこのラジオでね あのうまく伝わるかっていうのが、ね、あの不安ですね本当にすごいパワフルで楽しかったのでぜひぜひ来週以降の放送も楽しみにお待ちいただければと思います来週も六人の素敵なメンバーとともに南山城村の魅力を探っていきたいと思います以上タッチザキョハーモニーでした